お、ミニガンじゃん。ミニガンなんか諸説あるような強さ。めっちゃ強いって言ってる人もいれば、いやそんな強くねえぞみたいなこと言ってる人もいるし。はい、田中90です。今日はフォートナイトやっていきたいと思います。今回降りるところはリスキーリールズですね。はい、リスキーリールズ行きましょう。リスキーリールズはね、謎に人気のある街で、割と範囲外でも敵が来ることが多いです。このリスキーってすごく宝箱があるわけでもないんですけど、やっぱ漁りやすいからですかね。リスキーほとんど建物ない上に、なんか普通に、ほらほらリスキーいるんですよ。なんでこんな人気なんだよ、リスキーリールズ。割と謎。あら、違いましたね。リスキーリールズではないっぽいです、これ。でもリスキーリールズか。どういうことだ。手前の建物降りんのか。でもリスキーか。リスキーなのか。あ、リスキーじゃな。諦めた。人気ある街とか言っといて一人もいないんじゃまずくね。別解説間違ったってことになるぞ。あー、3点バーストか。お、ポケットフォート。ポケットフォートあれなんだよ、なんか。ポケットフォートのすごい版出てくるんでしょ、名前忘れたけど。ポケットフォート自体ぶっちゃけそんな好かれてないから、どうなんだろうね、こっちの新しい方のポケットフォートも。ほい。いたな。いるいるいる。いますよ、あれ。どこ？よー、マジ。逃げてんじゃない。めっちゃ逃げんの、お前。あぶねえ。これ、グラップリング2個持ってんの？やばくね、こいつ。グラップリングマスターじゃん。お、ミニガンじゃん。ミニガンなんか、諸説あるような強さ。めっちゃ強いって言ってる人もいれば、いや、そんな強くねえぞみたいなこと言ってる人もいるし。個人的にはそんなぶっ壊れってほど強くないだろって感じはする。ミニガンね、やっぱなんだかんだね、集団性の悪さがすごいからね。あと割と近距離強そうな印象はあるけど、意外にあれなんだよね。近距離まで詰めると冷静に、あれなんだよな。SMG とかで対処されると負けちゃうっていう弱点あるしね。音がすごいからめっちゃ強そうに聞こえる系だね。T90 みたいに。どうしよっかなー。ミニガン信じるか、今回は。ミニガン強いって言ってる人いるしな。このカスタムやべえな。あ、でもグラップリングがあるからぶっちゃけできなくはないっていう。グラップリングじゃない、グラップラーか。グラップラーがあるからね。グラップラーほんと機動力あるからね。グラップラーさえ持ってれば本当に近距離ご利用してもワンチャンいけるっていう現実があるからね。ミニガンは別に近距離ご利用しての武器じゃないんだけど、近距離が強くするミニガンは本当に。微妙に当たるし、ショットガンの射程じゃないみたいな距離で。うわ、いる。火が邪魔だな。グラップラ使えばよかった。マジで上がってくるのかい。危ねえ。普通にグラップラ使えばよかった。謎のグラップラを使わなかった、今。最高しいよね、正直。包帯でもいいから欲しいって感じだね。包帯でもいいから欲しいって言ったら来たぞ。相当多いんや。前戦ってんぞ。前戦ってんぞ、あいつら。おー。おー、今のすごい機動戦だね。え？仲間に死んだ？そんなことはないよな。こいつらじゃないか。あれ？これなんだよな。これ、フォートナイトの醍醐味、これ。楽しすぎる、今の曲が。ミニガン使ってなくね？え、ミニガンこっからかんな、生きんの。これまでは余興みたいなもん、ミニガンにとっては。こっからミニガンタイム始まるから。10人かも。あれな、このゲーム、人減るの。その減り方はなんか今話題の CODBO4 のバトルワイに似てるね。 BO4 のバトルもこんな感じで人減るからね。いたなぁ。続いてないと思ってんのか。
これ暗い。これなんだよな、ミニガン。これで帰る。いや、これ7、9ってなんだよ、お前。ショットガン。ミスった。これで一気に奇襲を狙うと。こんな感じだな、本当にミニガンは。ちょっとでも近寄られそうだったらすぐ変えた、持ち帰った方がいいね。近距離の打ち合いは怖いね、さすがにミニガンじゃ。瞬得するし。範囲は厳しいっちゃ厳しいけど、まあ、まあ、このゲームの範囲ってぶっちゃけ途中からしょうもないしさ。資源は相当いいな。999。資源勝負になった場合絶対勝てるって感じだな。割とこの人の減り早すぎね。13分で残り5人っすよ。15分以内に終わるんじゃねえか、ワンちゃん。頑張れば、みんなが。フォートナイトってほんと長い時あるし、ほんと短い時あるよな。まあ、長くても25分ぐらいか。短いと15分とか17分だよね。みんな高速で終わらせようとしてる。あれ倒しに行くか？これ壊すか？いやー、マジで言われた。これバレてるよね。なんで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 ？なんか戦い始めてんだけど、見て。すげえ。見て、戦い始めてる。俺の横で。逃げていいんじゃね？バイバーイ。なんで俺だけなの？グラッターこれ強えな、ほんと逃げれんの。戦ってんだけど、範囲外なのに。戦ってる。うわ、すげえ戦ってる、めっちゃ。頑張れー。範囲外だけど頑張れー。お、戦ってる。決着つかなかったのか。おー、頑張れー、どっちも。ん？ワンサ使いまくってんな。どっちが勝っても。俺なんかギャラクシーの勝ちそうだよな。金が強そう。かわいそう、やめろ。天才じゃん、あいつ。俺なのか。せっかく助けてやったね。もう助けねえじゃん。はい、真逆しよう。ラストじゃん。あれもう一人はどこ行ったんだ。1、2じゃん。いけ、撃て。これやばくね、ミニガン今。ミニガンやばくね、これ。これやばくね。これやばくね。勝っちゃった。ミニガンやばくね、今の。ミニガンの制圧射撃力やばくなかった、今。あいつ絶望してただろ、割と。あいつ絶望したの、剣だけど。まぁ、こんな感じでね、やっぱね、なんだろう。ミニガン持ってないからこそ、みんなミニガンの怖さを知らないんで、ああいう感じでなんか、最終範囲の1-on-1強いですね。相手が範囲外近くて、自分が範囲内だった場合、あんな感じでひたすら制圧射撃してると、相手動けなくなっちゃうんですよね。なんでそういう、なんだろう、戦略じゃないですけど、今も範囲ダメージ割と痛かったと思うんで、そういう感じで立ち回っていくといいと思います。はい。今回こんな感じでね、ミニガンで制圧射撃して優勝終わります。お疲れ様でした。おつー。